速報、ドーガラチオ、鎌田大地さん、ユベントス相手にアシストきた。なお、チームは今季3敗目。さっき2位なのにもうすでに3敗、CL 圏内もう無理だな。まだこれからだけど今のところ、1年契約にしといてよかったんじゃない。 CL で目立つしかない。アシストだけじゃなく、いい仕事してるし時間も伸びたな。負けたけども。なんだろう、アシストしたのにモヤモヤ感しかない。ラツヨそのものの状態が、やばいけどこのまま CL 突入して大丈夫なの。このチーム状況でトリング両立するの、きつそうよな。アトレティコ戦もスタメンかな。確実じゃないか。今日のプレイを見る限り、むしろ、鎌田とルイス・アルベルトが、頑張らないとこのチームやばそう。だから、さっきまでは、ルイス、アルベルトと、セルゲイが頑張ってた。あと、ザッカーに。とりあえず裏抜けタイプで幅取ってくれそうな、イサク戦をミニウイングで試してほしい。イサク戦いたら、とりあえず前のスペースに、パス出せるから。鎌田アシストしたみたいだけど、勝利に貢献しないとな。鎌田にはバイブスが足りないわ。ゴール、アシストのつくペースは、今のところ、悪くないから、個人成績頑張って、1年で移籍、目指すことになるのかね。スタメンでなければ意味がないけど、スタメンで、欲しがる CL 権が限定されるだろう、プレースタイル。だし、望む通りのクラブがあるか、運命になりそうだな。皆さんはどう思いましたか？よければコメントで教えてください。